バージニアビーチ、バージニアビーチ、バージニアビーチは、アメリカ合衆国バージニア州南東端に位置する都市。バージニア州法の規定により、いずれの軍にも属さない、独立市となっている。市は、ノーホークの東に隣接し、同市の郊外都市となっている。1963年に、プリンセスアン軍と合併したことによって、ノーホークの4倍以上、643、 経平方メートルの広い地域を有している。1950年代から1990年代にかけて高い成長を遂げ、1990年に都市圏の中心都市であるノーフォークを抜いて、周最大の都市となった。2010年の国勢調査による人口は43万7994人。ノーフォークを中心に、バージニアビーチを含むハンプトンローズ都市圏は97。 軍にまたがり、167万6822人、2010年国勢調査の人口を抱えている。バージニアビーチはその名が示す通り、バージニア州切手のビーチリゾートである。チェサピーク湾から大西洋にかけて続くビーチは、総延長38マイル、約 61.2km に及び、世界で最も長いビーチとして、ギネスブックにも登録されている。 ビーチ沿いには、ホテルやモーテル、レストランが立ち並び、一大リゾート地を形成している。市の経済は主にこのビーチを中心とした、観光業によって支えられている。また、ランドマークスオブアワーネーション、エス・ビギニング、我が国の始まりのランドマークという市の標語が、示すように、バージニアビーチは、史上初めて来たアメリカ大陸への入植を、 成功させたイギリ人が最初に降り立った地である。1607年、クリストファー・ニューポートとその一行は、チェサピーク湾港、現在のバージニアビーチ市域北端の、サキケープヘンリー、ヘンリーサキに上陸した。やがて、ニューポート一行は、ケープヘンリーから内陸へと船を進め、ジェームズタウンを建設した。現在では、ケープヘンリーには、ファーストランディングという記念碑が立っている。 ヨーロッパ人が入植する。以前にはハンプトンローズ。南岸のこの地にはネイティブアメリカンのチェサピーク族が住み着いていた。1618年頃に発表されたウィリアムストラッチーの歴史書ザイーストワーオブトラベールイントゥバージニアブリタニアによるとチェサピーク族はヨーロッパ人がこの地に入植するよりも前にポーハタン族に滅ぼされたとされている。1607年。 クリストファー・ニューポートは3隻の船、105人の乗組員を率いての144日間に及ぶ、航海の末、チェサピーク湾港のこの地に降り立ち、イングランド王ジェームズ一世の第一王子、ヘンン・フレデリック・スチュアートの名を冠して、ケープ・ヘンリーと名付けた。しかし、ニューポート一行は、ケープ・ヘンリーに長くは留まらず、ジェームズ川を遡って、より内陸へと船を進めた。 やがて同年4月26日、高級的なイギリス人入植地としては来た、アメリカ史上最初のものとなった、ジェームズタウンを建設した。この地に最も早く住み着いたイギリス人入植者は、イングランドのオフォークカウンティキングスリン出身のアダム・サラグッドであった。18歳で年季奉公人として大西洋を渡り、バージニア植民地に入植したサラグッドは、 契約期間が明けて自由のみになると、この地域におけるリーダー的な住民となった。1629年、サラグッドは1619年に創設された4つのシティ、シティのうちの1つであるエリザベスシティの法人議会議員に選出された。1634年、バージニア植民地は8つのシャイアに分けられ、その後すぐに軍、カウンティに改名された。 サラグッドはこの地を含む軍、及びこの地を流れる川に、それぞれ自らの出身地の名にちなんで、ニューノーフォーク軍、イブ分川と名付けた。1637年、ニューノーフォーク軍は、サラグッドの進めで、アッパーノーフォーク軍とローアーノーフォーク軍に分割された。ローアーノーフォーク軍の軍域は、かなり広く、東は大西洋岸から、西はエリザベス河岸までに渡り、 現代のポーツマス、ノーフォーク、チェサピーク、およびバージニアビーチ各種の地域にあたる地域を含んでいた。ローアーノーフォーク軍は、その後1691年、ノーフォーク軍とプリンセスアン軍に分割された。プリンセスアン軍は、ハンプトンドーズ南岸西東端の軍で、北はケープヘンリーから、南はノースカロライナ植民地との宗教までに及び、 大西洋に面する土地すべてを含んでいた。プリンセスアン軍は1963年まで272年に渡って存続した。1888年にプリンセスアン軍に鉄道と電気が敷かれ、軍内の集落シータック近くの海辺にプリンセスアンホテルが建てられると、バージニアビーチは海辺のリゾート地として成長し始めた。バージニアビーチの象徴的な遊歩道である。 ボードウォークもこの頃に作られた。初期には、このリゾートへの交通手段は、鉄道とトロリーのみであったが、1922年に、ノーホークから大西洋岸までのバージニアビーチブールバードが、開通すると、自動車、バス、およびトラックでの交通も確立された。バージニアビーチは1906年に正式に町として、法人化された。以後1950年代に至るまで、 バージニアビーチは夏の休暇地として成長し、カジノは遊園地や家族向けのアトラクションへと姿を変えてった。1891年、ノルウェー戦績のバーク、リクテーター号がバージニアビーチ近辺の海域で難破し、アメリカ合衆国救命隊、現アメリカ合衆国沿岸警備隊による救命活動を受けた。同船の選手像はビーチに打ち上げられた後、 犠牲者及び救命隊員の慰霊碑、記念碑として海岸沿いに建てられ、ノルウェージアンレディーメモリアルと名付けられた。それから70年経った後、1962年に、この石踏みに代わる銅像2体が、ノルウェー人彫刻家、オーヌルフバストの手によって制作され、バージニアビーチ及び後に姉妹都市となった、ノルウェーのモス漁師に建てられた。 バージニアビーチは1952年に独立市に移行し、行政上ではプリンセスアン軍から独立した。1963年、バージニアビーチ及びプリンセスアン軍で住民投票が行われた結果、また、バージニア州議会の承認も得て、バージニアビーチとプリンセスアン軍は合併し、バージニアビーチの名を残したまま、新しい、より大きな独立市として統合された。 その後もバージニアビーチはノーォークの大型郊外都市として成長を続け、1990年には人口39万3069人を数えて、ノーォーク当時人口26万1229人を抜き、バージニア州最大の市域人口を抱える都市になった。2003年にはハンプトンローズ都市圏における副都心的な商業を業務中心地となるべく、 官民共同でバージニアビーチタウンセンターの開発が始まった。バージニアビーチはに位置している。アメリカ合衆国国政調査局によるとバージニアビーチ市は総面積方2 8 8 1 k 百4 9 7 3三ミである。このうち6 4 3 1 k 百2 4 8 3三ミ。 陸地で645.0キロ平方メートル249.0ミが水域である。総面積の50.07%が水域となっている。自然域にわたって標高10フィート約3メートル前後の低く平らな土地が、区。地域はバージニア州の南東端、チェサピーク湾口の南に広がり、大西洋に面している。 バージニアビーチの西にはノーフォーク及びチェサピークが、また南にはノースカロライナ州カリタック郡が隣接する。ジェームズ川がチェサピーク湾に注ぐ河口に形成されている湾、ハンプトンローズの名を冠したハンプトンローズ都市圏。正式名称バージニアビーチノーフォークニューポートニューズ。都市圏はノーフォークを中心にバージニアビーチを含む九9七郡にまたがっている。バージニアビーチの人口が 最も多いため、都市圏の正式名称の最初には、バージニアビーチの名が完成られているが、実際には、都市圏の中心となっている都市は、ノーフォークで、バージニアビーチは、ノーフォークの郊外都市としての側面が強い。ノーフォークのダウンタウンからは、海岸地区まで高速道路で結ばれており、ビーチまでは、約3 0トル、車で、所要20から30分ほどである。 バージニアビーチの気候は一年を通じておおむね温暖で夏は蒸し暑くなる海洋性の気候である。最も暑い月は7月で月平均気温は摂氏26度最高気温の平均は摂氏30度で日中の最高気温が摂氏32度下し90度を超えることもある。冬は温暖で最も寒い1月でも月平均気温は摂氏5度 最低気温の平均は摂氏0度である。降水量は7月から8月にかけて多く、月間120から140ミリメートルに達するが、その他の月は月間70から90ミリメートルほどで平均している。欠片の気候区分では、バージニアビーチはアメリカ合衆国大西洋岸や南に広く分布している温暖湿潤気候、CF に属する。バージニアビーチは、 郊外都市であるため、明確なダウンタウンを持っておらず、開発された地域の大部分には、密度の低い住宅地が広がっている。古くから市内で最も賑わってきたのは、リゾートエリアで、ビーチに並行して南北に通るパシフィックアベニュー、及びアトランティックアベニューの2本の通り沿いには、ホテルやコンドミアムが林立している。番号のついた通りは、リゾートエリアにおいて東西に通る通りにのみ、 設定されており、北へ行くほど番号が大きくなる。2000年代、バージニアビーチにもようやく、バージニアビーチタウンセンターという、副都心的な小規模の業務、商業中心地が設定され、官民共同で、その開発が始まった。バージニアビーチタウンセンターは、バージニアビーチブールバードと、インディペンデンスブールバードとの交差点がその中心で、リゾートエリアから内陸へ、 1> 約1 6トルノーフォークのダウンタウンとのほぼ中間に位置する。バージニアビーチタウンセンター内には、オフィス、会議場、ホテル、集合住宅、及び隠し小売り店が混在し、アメリカ合衆国内の他都市における、従来のダウンタウンとは異なる、食住近接型の業務、商業中心地となっている。2007年にバージニアビーチタウンセンター内に、 完成したウェスティンバーニアビーチタウンセンターレジデンシーズは38階建て、高さ154.8メートルでバージニア州内で最も高いビルである。ウェスティンはこのビルの3から16階を使用しており、17階より上はコンドミニアムになっている。市庁舎や市地方裁判所など、市政府の機関は、 リゾートエリアの南西約 15km、バージニアビーチタウンセンターの南東約 13km、プリンセスアン地区のバージニアビーチミュニシパルセターに集中している。プリンセスアン地区は市の地理重心に位置し、また合併前にプリンセスアン軍の軍長が置かれていた地でもあった。バージニアビーチは1963年1月1日に、 バージニア州議会の議決によって成立した。バージニアビーチを含め、バージニア州の都市はすべて州法の規定で、いずれの軍にも属さない、独立市となっている。そのため、バージニアビーチは市であると同時に、軍総統の自治体でもあり、軍と同等の行政サービスが提供され、軍庁所在地と同様に州の地方裁判所も置かれている。バージニアビーチは、 シティマネージャー性をとっている。シティマネージャーは、市議会によって選出され、市の行政実務の最高責任者として、配下のスタッフを通して、市議会の採択した政策を施行する。市の立法機関である、市議会は市長及び10人の議員の合計11人で、なっている。10人の議員のうち7人は、ベイサイド、ビーチ、センタービル、ケンプスビル、リンヘイブン、 プリンセスアン、及びローズホールの7選挙区から、それぞれ1人ずつ選出され、残り3人は、全市からの投票で選出される。市議員とは別に、全市からの投票で選出される市長は、市の顔として、市議会の議長や、対外的な公式発表など、諸々の儀礼的な職務を行う。また、10人の議員の中から、市長を補佐し、必要に応じて代役となる、 副市長が選出される。市長、市議員とも、その任期は4年である。連邦議会会議員選挙においては、バージニアビーチは、バージニア第2選挙区に属している。ノーフォークのダウンタウンを含む、西隣の第3選挙区で、民主党が非常に強い勢力を持っているのとは、大敵に、ノーフォークの北半分とデルマーバ半島の2軍に、またがる。 郊外色のやや強いこの選挙区においては、共和党の勢力がやや強い。バージニアビーチの犯罪率は、総じて低い。C 級プレス社参加、モーガン・クイット・ノーによる2010年の全米の危険な都市ランキングでは、バージニアビーチは、全米の人口7万5千人以上の400都市中、危険な順で328位台、安全な順で72位台であると報じられた。 このランキングにおいて、バージニアビーチより安全とされた都市の中には、バージニアビーチよりも人口の多い都市は存在しない。また、ハンプトンローズ7都市の中では、バージニアビーチが最も安全という結果であった。このランキングの元となった二千九年の連邦捜査局 FBI のデータでは、バージニアビーチにおける凶悪犯罪の発生率は、殺人、強姦、強盗、 障害、与党、自動車窃盗のいずれにおいても、全米平らより低い数値であった。以下は、これら6犯罪について、バージニアビーチ及びノーフォークでの発生率を、全米平均と比較した対象表である。バージニアビーチの地域経済は観光業によって支えられているところが大きい。2009年、バージニアビーチには275万人の観光客が訪れ、 総額8億5700万ドルを消費し、収益は7、840万ドルに達し、1万5000人の雇用につながった。バージニアビーチにおける観光業の中心となっているのは、チェサピーク湾から大西洋にかけて、総延長38マイル、約61.2キロメートルに及ぶ、世界で最も長い観光ビーチとして、ギネスブックにも登録されているビーチである。 ビーチは、市北部のチェサビーク湾岸、海岸沿いにボードウォークが設けられ、ホテルが林立するリゾートエリア、およびその南で滞在型のコンドミニアムが数多く立つサンドブリッジに大別される。また、ホテルはリゾートエリアのほか、バージニアビーチタウンセンターにも立っている。バージニアビーチにおけるホテル産業のシェアは、ハンプトンローズ都市圏全体の約4割を占めている。 観光業のほか、バージニアビーチの地域経済にとっては、農業も重要である。バージニアビーチの市域内には172カ所の農場があり、農地は地域面積の約1、6に当たる2万8000エーカー、約113平方メートルを占める。農業が市にもたらす経済効果は1億3900万ドルに上る。バージニアビーチで生産された 農産物は市の農産品市場で売られている。農産品市場は市庁舎の北西約5キロメートル、ダムネックロードとプリンセスアンロードの角に位置している。ハンプトンローズ都市験における軍の重要性はバージニアビーチにおいても例外ではない。バージニアビーチにはオセアナ海軍飛行場、ダムネック海軍隊水上戦闘センター、リトルクリーク海軍水陸両用作戦基地、 およびフォートストーリーといった軍事基地が立地している。これらの基地によって生み出される雇用は、軍人、文化を合わせて3万3000人を数え死にもたらされる経済効果は1、880万ドルに上る。また、バージニアビーチの労働者の16%は、小売業や卸売業に従事している。リゾートエリアから内陸へ、約10キロメートル。 オセアナ海軍飛行場の西に立地するリンヘーブンモールはバージニア州南部は最大級のショッピングモールである。このほか、バージニアビーチにおける小売業はリゾートエリアやバージニアビーチタウンセンター周辺などで特に発展している。バージニアビーチを含むハンプトンローズ都市圏の玄関口となる空港はノーフォーク国際空港 IATAORF である。 この空港には4大航空会社、デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッド航、コンチネンタル航空のほか、US Airways とサウスウエスト航空も就航しており、21都市25空港への直行便が就航している。バージニアビーチタウンセンターから、同空港へは北西へ、直線距離で約9キロメートル、リゾートエリアからは西北西へ、約23キロメートルである。 バージニアビーチとノーフォーク中心部との間は高速道路で結ばれている。この高速道路は、週間高速道路 I-64 の支線の一つである I-264 に指定されており、ビーチエリアからタウンセンターの南を通り、ノーフォーク市東部でハンプトンローズ環状線の東側と南側をなしている I-64 本線と交わる。i は、 ハンプトンローズ都市圏、州都リッチモンド、アパラチア山脈登録の山岳地帯を結び、バージニア州を東西に横断する高速道路である。ハンプトンローズ対岸のニューポートニューズやハンプトンとは、ノーフォークから橋と海底トンネルで結ばれている。また、チェサピーク湾には、バージニアビーチとデルマーバ半島とを結ぶ、全長17.6マイル、約28.3キロメートルのチェサピーク米。 ブリッジトンネルがかかっている。グレーハウンドのバスターミナルは、バージニアビーチブールバード沿い、リゾートエリアから内陸へ、約1ロメートルのところにあり、ノーホーク経由リッチモンド方面の中長距離バスが発着する。また、トゥデイズバスは、バージニアビーチとニューヨークを結ぶバスを運行しており、ノーホークとの市境に近いニュータウンロード沿いのバスターミナルから発着している。 アムトラックの駅はニューポートニューズにあり、リッチモンドワシントン DC、ボルチモアフィラデルフィアニューヨークボストン方面への北東回廊の普通列車が発着する。ニューポートニューズの駅からはノーホークを経由してバージニアビーチにアムトラックバスが運行されている。バージニアビーチにおける公共交通はノーホークを中心にハンプトンローズ都市圏の7市にまたがるハンプトンローズ交通。 HRT の運行する路線バス網によってカバーされている。また、リゾートエリアでは、HRT は下記のみ、VB ウェーブというハイブリッドシャトルバスを4系統運行している。バージニアビーチには2校の4年生大学がキャンパスを置いている。リーゼント大学は1978年創立のキリスト教長教派の中規模私立総合大学で58 専攻プログラムを有し、学部生、大学院生合わせて、約5,500人の学生を抱えている。同学は創立当初は、大学院大学であったが、2000年に学部を設置した。同学は、西部の I-64 沿い、大西洋岸からは、約 26km 内陸に、ジョージア建築の校舎が立ち並ぶ70エーカー、約28万3000平方メートルのキャンパスを、 構えている。バージニア・ウェズリアン大学は1961年に創立されたメソジスト系のリベラルアーツカレッジである。同学は約1400人の学生を抱え、リーゼント大学の北約7キロメートル、ノーフォーク国際空港の近くに、バージニアビーチとノーフォークの両市域にまたがる300エーカー、約120万平方メートルのキャンパスを構えている。ただし、同学の住所は、 ノーフォークになっている。加えて、バージニア大学は、バージニアビーチタウンセンターの近くに、また、バージニア工科大学は、ノーフォーク国際空港の近くに、それぞれ生涯学習コースを開講する、サテライトキャンパスを置いている。バージニア大学のバージニアビーチキャンパスでは、学校図書館、メディアコースのみが開講されている。一方、バージニア工科大学ハンプトンローズセンターは、 工学、情報技術、技術教育などのコースを開講している。また、オールドドミニオン大学は、ノーホーク州立大学及び地元のタイドウォーター、コミュニティカレッジとの提携のもとに、プリンセスアン地区にバージニアビーチ高等教育センターを設け、学部及び大学院の専攻科目の一部を開講している。バージニアビーチにおける K12 課ほどは、 バージニアビーチ市公立学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区はハンプトンローズ地域最大の学区で小学校56校、中学校14校、高校11校を有し約6万9千人の児童、生徒を抱えている。このほかバージニアビーチにはカトリック系やキリストとも会系などの私立学校もいくつか立地している。 バージニア水族館海洋科学センターはリゾートエリアの南に立地している。同館はバージニア州の河川からチェサピーク湾を経て大西洋の深みへと至る水域を再現し、各々の環境に生きる水生動物を飼育、展示するメインの水族館であるベイオーシャン館のほか湿地帯に生きるカナダカワウソ、タツノオトシゴ、各種ヘビなどを飼育、展示する湿地館。 自然遊歩道、屋外鳥類観察園、およびアイマックスシアターを有している。また、道館で飼育されている一部の動物には触れることもできる。バージニアビーチタウンセンターに立地するサンドラー演技芸術センターでは、クラシックをはじめとする各ジャンルのコンサートや映画の放映など、様々な演技芸術を催している。このホールは2001年までバージニアビーチにあった。 手狭になり、陳腐化も著しかった旧来の施設に変わるものとして、建てられ、2007年11月に開館した。また、ポップス、ロック、ヒップホップ、カントリーなどのコンサートは2万席を有する、全天候型の屋外コンサート会場である、バージニアビーチ野外劇場で主に行れる。このコンサート会場は1996年に、後にベライゾンコミュニケーションズの参加に入ることになる。 GTE をスポンサーとして、総額1、775万ドル、うち市の負担分1、75万ドルの費用を投じて建てられた。アメリカ合衆国の入植史において重要な地であるバージニアビーチには歴史的な名所も数多く、22カ所が国家歴史登録財に指定されている。そのうちの一つ、アダム・サラグッドの家は、1680年頃に、 サラグッドの子孫によって建てられたものと考えられており、1957年に修復された後は、博物館として一般に公開されている。ケープヘンリー記念碑のすぐ近くに立つケープヘンリー。灯台は1792年に建てられた、アメリカ合衆国内に現存する、最も古い灯台の一つである。この灯台は100年近く稼働した後、すぐ近くに新灯台が建てられ、 東大としての役割を譲ったが、旧東大も残された。旧東大は、その後1930年に修復され、一般に公開されている。バージニアビーチ市内には265カ所の公園が設けられており、その総面積は4000エーカー、約1618ヘクタール以上に及ぶ。また、遊歩道及び自転車道の総延長は100マイル、約161キロメートルを超え、 リゾートエリアの海岸沿いには3マイル、約4.8キロメートルにわたって、バージニアビーチを象徴する遊歩道である、ボードウォークが通り、ホテルやレストラン、各種ショップ、観光名所をつないでいる。1888年に初めて設けられた時には、わずか5ブロックの長さで、その名が示す通り板張りであったが、1億ドル以上を、当時と延伸、改良工事によって、 コンクリートで舗装され、幅が28フィート、約8.5メートルに広げられ、並行して自転車道も設けられた。ボードウォーク沿い、サンファーストストリートとの T 字路の奥には、高さ34フィート、約1 0 4メートル、重さ12.5トンの綿積、み、ネプチューンの銅像が、大西洋を背にして立っている。バージニアビーチタウンセンターの南東に立地する、マウントトラシモア公園は、 元は、市のゴミ埋め立て地であった場所を公園として整備したものである。道園は高さ60フィート、約18.3メートル、長さ800フィート、約243.8メートルの固めた処理済みゴミにの層に汚染されていない土の層を被せて作られたマウントトラッシュモアという人造の丘を中心に、人造庫や児童遊園、遊歩道などを廃止、165エーカー、 約六十七ヘクタールの敷地を有している。同園は、バージニアビーチの姉妹都市である、宮崎市の萩の大公園と、姉妹公園提携を結んでいる。市南部のサンドブリッジの南、大西洋とバック湾ンに挟まれた細長いサス及び、バック湾ンに浮かぶ多数の小島は、九千二百五十エーカー、約三千七百四十三ヘクタールにわたって、 バックワン国立野生生物保護区に指定されいる。保護区内は砂浜、砂丘、森林、農地、湿地と多様性に富んでおり、絶滅危惧種に指定されている赤海亀やアメリカ合衆国の国鳥である白桃ワシのほか、フエコチドリやハヤブサなどが生息している。また、毎年12月頃には、保護区には1万羽を超える白岩や各種のカモが飛来してくる。 ハンプトンローズ都市圏のプロスポーツチームは、ほとんどが都市圏の中心都市であるノーフォークに本拠を置いている。そのノーフォークにも、四大メジャープロスポーツのチームはなく、野球のノーフォークタイズや、アイスホッケーのノーフォークアドミラルズといった、カブリーグのチームが置かれているのみにとどまっている。プリンセスアン地区から北西へ、約5キロメートル、バージニアビーチ野外劇場や、 タイドウォーターコミュニティカレッジのキャンパスの近くにはバージニアビーチスポーツプレックスが立地してる。この施設はスタジアム、国立フィールドホッケー、トレーニングセンター、自転車競技場、バレーボールコートのほか、バーベキューなどのイベントにも使われる芝生を有する複合スポーツ施設である。バージニアビーチはその立地からサーフィンやビーチでのスポーツが盛んに行われている。 バージニアビーチでは毎夏東海岸サーフィン選手権が行われる。1961年から行われているこの大会の歴代優勝者の中には後に世界チャンピオンになった選手も数多い。また砂の上では1992年に始まった北アメリカサンドサッカー選手権や地元のタイドウォーターバレーボール協会主催のビーチバレーの大会が開かれる。 広い地域を有し、もともとはリゾートでもある、バージニアビーチには、ゴルフ場も数多い。バージニアビーチには、公営、市営のゴルフ場が11カ所、民間のゴルフクラブが4カ所、及び、オセアナ海軍飛行場の36ホールの、エアロパインズゴルフクラブが立地している。また、YMCA も9ホールのコースを有している。 ネプチューンフェスティバルはバージニアビーチ最大のイベントである。会期中にはスポーツや芸術、パレードなど35以上の催し物が行われ、中でも最大の催し物であるボードウォークイクエンドは50万人以上を動員する。また、このイベントでは王室と称して男性市民の中から死の顔ともなるネプチューン王及びネプチューン王に準ずるトリトンが また市内の高校に通う11年生の女子生徒の中からプリンセスがそれぞれ選ばれる。また、オセアナ海軍飛行場の航空ショーも同時開催され、こちらには30万から35万人の見物客が訪れる。以下にバージニアビーチ市における1900年から2010年までの人口推移をグラフで示す。2017年に 全米国最姉妹都市協会の年次総会の開催地として選ばれる。米国、ロシアサミットやユースリーダーシップなどのイベントが開催され、全米や世界各国から数多くの市長、特命全権大使、青年リーダー、各国政府機関、ビジネスリーダーなどが集結。闘争会にて初めて俳優、プロデューサーの小山田誠が日本人として初めて理事に就任。 バージニアビーチは以下3都市と姉妹都市提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。